皆さん、こんにちは。寒風摩擦の中、石川県能登地方で発生した地震により多くの方々が被災されました。この突如として襲いかかった災害に対し、アーティストたちが SNS を通じて温かなメッセージを発信し、被災者の心を励ましています。特に、ナンバーアイの岸優太さんと平野正さんが、自身のプラットフォームを通じて被災者への思いや支援を伝えました。石川県能登地方で発生した地震は、1日午後4時6分に震源を持ち、続く4時10分には震度7を観測する大きな地震が発生しました。この地震により、大津波警報や津波警報が発令され、地域全体が不安に包まれました。幸いにも、津波警報及び注意報は2日午前10時に解除されましたが、地震の余震が相次ぎ、被災者の不安はなお続いています。岸優太さんは、地震の翌日に自身のツイッターを更新し、寒くて不安な毎日が続いていると思いますと被災者の気持ちに共感しつつ、微力だとは思いますが、今しもべたちができるエンタメを通して、力になれたら、少しでも早く不安が和らぐ時間を作れたらと述べ、自身の活動を通じて被災者を支える意向を示しました。岸さんは、できる限り早く安心できる生活が来ることを心から願っていますと、祈りの言葉も送りました。岸さんのメッセージには、多くのファンや被災者から感謝のコメントが寄せられています。岸くんたちがこうやって発信してくれること、映像を通して笑いとか届けてくれることが皆さんの心の拠り所になると思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとう岸くん、ありがとう。少しでも被災地の皆さんの力になれるように、私もできることを頑張ります。不安な思いをしている方の中に、推しの言葉に安心することもあると思います。励ましを言葉にしてくれて、ありがとうとのコメントが寄せられ、岸さんのメッセージが多くの人々に希望と勇気を与えています。一方で、平野正さんも自身のインスタグラムを通じて被災者に向けたメッセージを発信しました。彼は、このストーリーが届くのかわかりませんし、今携帯の充電が大事な中、この投稿で充電を送ってしまったらどうしようとも思いましたが、被災地の皆さんすごく大きな地震で、大変な思いや悲しい思いをした方がたくさんいると思いますと、メッセージの背後にある思いを吐露しました。平野さんは、今も不安でいっぱいで、すごく不自由な日々だと思います。一日も早く皆さんの不安や不自由さが少しでもなくなることを願っています。皆さんのこと、祈ってますと続け、被災者に対する深い共感と祈りの気持ちを表明しました。これらのメッセージが被災者たちの心に届き、励ましと希望を与えていることは言うまでもありません。石川県地震による被災者へのアーティストたちのメッセージは、単なるエンターテインメント以上の力を持っています。被災地に寄り添い、心温まる言葉や希望を提供することで、アーティストたちは被災者の支えになり、地域全体に希望の光を差し込んでいます。これからもアーティストたちが被災地を支え、共に立ち上がっていく姿勢が、全国のファンや支援者に希望と感動を与えることでしょう。皆さん、こんにちは。石川県地震の被災地に対するアーティストたちの温かなメッセージが続々と届いています。神宮寺勇太さんや、ニビー所属の三宅健さんが被災者に向けて励ましの言葉を送り、ファンや被災者たちを元気づけています。神宮寺勇太さんは、自身のストーリーを更新し、まだまだ油断ができない状況だと思いますが、一日でも早く安心できる環境になることを願っておりますと被災地に向けてメッセージを発信しました。同じくニビー所属の三宅健さんも X9 ツイッターを通じて、ご不便な生活を強いられている方々もたくさんいらっしゃると思います。どうかご無理はなさいませんよ。皆様の安全、ご無事を心よりお祈り申し上げますと被災者に寄り添いました。新年早々、悲しい出来事が続く中でも、アーティストたちの温かなメッセージが多くの人々を元気づけています。しかし、それだけでなく、ナンバーアイのメンバーたちが明るい話題を提供してくれています。平野正さんは、自身のインスタグラムを通じて、ファッションブランド、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップを報告しました。平野さんは、ルイ・ヴィトンとパートナーシップを結ぶことになりました。旅の心の精神を受け継ぐルイ・ヴィトンの世界をこれから皆さんにお使いしていきます。ぜひ一緒に楽しみましょうと呼びかけ、その場でルイ・ヴィトンの鮮やかなバッグやスーツケースと共に写る写真を複数バイアップしました。
この報告に対して、ファンからは、最高にかっこいい、マサ君が伝えてくれるルイ・ヴィトンの世界観を楽しみにしてます。一生見てられるこの投稿、マサ君の自撮りが好きすぎてこりゃもう倒れちゃうわといった歓喜のコメントが相次いでいます。平野さんのファッションとのコラボレーションは、ファンたちにとって新たな楽しみとなっており、彼のポジティブなエネルギーが多くの人々に希望と元気を届けています。被災地で厳しい状況が続く中、アーティストたちのメッセージや明るい話題は、多くの人々に心の糧となっています。これからもアーティストたちは、その芸術やパフォーマンスを通じて被災地やファンたちを勇気づけ、共に立ち上がっていくことでしょう。安倍館で放送された 2B の夏休みハワイ密着特番が、視聴者に笑いと楽しさを届けました。特にナンバーアイのメンバーがハワイ最終日に揃って行ったバーベキューや、アロハシャツ選びのエピソードが注目を集めました。ハワイ最終日、ナンバーアイの3人はバーベキューの買い出しに向かい、メンバー全員へのプレゼントとして選んできたアロハシャツを用意しました。三宅さん、北山さん、そして肉体に自信を持つインプ椿尾賀さんにそれぞれ個性的なデザインのアロハシャツを送りました。しかし、驚きと笑いが巻き起こったのは、岸さんの登場でした。岸さんは椿さんと同じく極小サイズのピチピチアロハで現れ、メンバー全員から笑いとツッコミを受けました。彼らは一瞬ピチピチアロハ姿に違和感を覚えましたが、その笑いの中で結束を深め、マイクロアロハ兄弟として爆笑を呼び起こしました。12月24日のハワイ2日目でも、楽しいエピソードが続きました。食事後、コーヒーショップでのお土産購入では、ナンバーアイのメンバーたちが高齢の男にじゃんけんで支払いを決め、再び平野さんが勝利。彼は赤いタンクトップを選び、岸さんに赤タンク、ガン君着てねとリクエストしました。岸さんは即座にタンクトップ姿に着替え、再び笑いと爆笑が絶えませんでした。その後、アロハシャツ選びの場面でも岸さんは笑いを提供。試着室から出た瞬間に再びピチピチタンクトップで登場し、メンバーたちは大いに爆笑。岸さんのユニークなアクションに、視聴者からも、ガンのピチピチアロハ姿は好評で、かわよ、ピチ先輩、アロハ兄弟かわいい、岸くんのおへそ、へそ出しアロハなどの歓声が上がりました。2Bの夏休みハワイ密着特番は、笑いあり、感動ありのエピソードで視聴者を楽しませ、メンバー同士の絆をさらに深める良い機会となりました。ナンバーアイが送るデビューシングル、コートのミュージックビデオがデジタル配信と同時刻の1日午前0時から公開され、わずか3日でなんと1000万回再生を突破しました。これにより、日本のトレンドランキングでは、コート10ミリオンビューズが1位を獲得し、ファンからの大歓喜の声が広がっています。ナンバーアイを応援するコメントが多数寄せられ、チャンネル登録や高評価、感想が続々と寄せられています。コートは、関ジャニの楽曲制作で知られるプコールさん、シュンさん、モーンさんの共同制作であり、振り付けを手掛けたのは、月読み、ミー一番で知られるリエキさん。メンバー3人がキング&プリンス時代に発表された楽曲、月読み、ミー一番の振り付けも担当しており、ファンにとっては嬉しい再会となりました。リエキさんの手による振り付けが、ゴートの高速で複雑なラップに素晴らしいアクセントを加え、脱アイドル路線を感じさせる作品に仕上がりました。ゴートの発表に際しては、キング&プリンス時代からのファンたちも新たな挑戦に戸惑いつつも、歌詞の考察やミュージックビデオの見どころを楽しむ姿勢が見られました。ナンバーアイの新たな音楽スタイルに驚きつつも、その魅力に引き込まれたファンも多いことでしょう。当チャンネルでも、ゴートの歌詞やミュージックビデオの考察を行っており、ファンたちにとってはより楽しい鑑賞体験となることでしょう。引き続き、ナンバーアイの活動に注目が集まり、これからも多くの作品がファンを楽しませてくれることでしょう。ご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録、どれも心より感謝いたします。次回の動画でもお楽しみに。